東南極と南極は南極大陸のうち主に東半球部にある地域を指す。一部は西半球にも含まれる。西南極と対になるものである。当初は四五線を境界にした便利的な地域分類に過ぎなかったが地形や地質において西南極と際立った対比を見せている。東西は南極横断山脈が分断する。南極の地図を用いた 簡便な方法は、まず、南極点を中心に、軽度0度を上に、軽度180度を下に置き、この時、横断山脈が W60 度方向から南極点を下を通って E150 度方向へ伸びるが、山脈で分断された右側の2、3ほどが、東南極である。南極横断山脈より、インド洋側、大西洋側にあたり、コーツランド、ドロンニングモードランド、 エンダービーランド、ウィルクスランド、ビクトリアランド等を含む。東南極の後は20世紀初頭には使われていたが、大きく使用され始めたのは1957年から1958年の国際地球観測年の時からである。東南極は、カナダ縦上地やシベリア大陸、イルガーンクラトンなどと並ぶ非常に古いクラトンである。西南極と比較して、東南極のほとんどは、 東南極氷床に覆われ、平均標高約3000メートルの氷床原は南極高原と呼ばれる。ドーム A は東南極の最高点だが、ガンブルツェフ山脈を含む地盤は少なくとも600メートルは氷の下にある。ボストーク湖は厚さ4キロメートルの氷の下にある淡水の氷底湖で少なくとも42万年前から氷の下だったことが分かっている。 コーツランドドローニングモードランドエンダービーランド、マックロバートソンランドケンプランドエリザベス王妃、ランドウィルヘルム2世ランドメアリ女王、ランドウィルクスランドアデリーランドジョージ5世、ランドオーツランドビクトリアランドチャールズ王子、山脈ドーム F ドーム A ガンブルツフ山脈ボストークコ、イガーデン、南極王団山脈ロスカイウェッテルカイ東南極。ありがとうございます。